せっかくね綺麗にね、してくれたリエールさんのこの寄せ植えなんですけどね、さすがにこう暑さでねスカスカです。もう取るのにね忍びないんやけどね、水をあげてるんやけどもう焦げてきてるな、スカスカやしな。でそういう中でね、このアフィニスなのかな、これがね花芽みたいな感じで後々なるような気もするんで、これを切ってね、葉刺しをしようかなと。これがこう花芽になってもちょっとね、どっちにしてもちょっと困るんで、こういう風にねちょっと切ってみようと思います。これもあるし、ここもあるんよな、ここもな、ここもあるんですよね。ですのでちょっとね、こことここら辺から入れてみてね、こっちもあります。いっぱいあるんですよね、まあ、いっぱい近くこの3つなんですけどね。これを切ってこちらも切って6つやな、6つね、こういう風にちょっとね、はい、これをねちょっと葉刺ししてみようかなと、そういう風に思います。こちらね、刺し木でもいいかな、あけどね花芽になるかもしれんけん葉刺しの方がいいかもしれませんね。こちらがね、先ほど、庭からねこうカットしてきたアフィニスと思うんやけどな、あのまんまだったらこれでねこう花が咲いてしまいそうやったんで、カットしてね、持ってきました。花が咲くとねやっぱりねもうあれですね、多肉も結局体力を使ってしまうので、ですので、花を咲かせないよね。それじゃなくてももう夏でねああいうふうにね、相当ね傷んでしまってるというかねきつくなってきてますからね、多肉もね、ご覧の通りね。ですのでこういうふうに、で花芽のところの、葉刺しっていうのは結構なんか成績がいいということでね、そういったことも聞きますんで、ちょっとこういうふうにね全部取っていこうかなと。これはこれ刺したらねなんか花が咲くんじゃねえかなっていう気がするんですよね。ですので全部ね葉を取っていこうかなと思うんですよ、すべてね。ちょっとどうなるかなっていう感じなんですけどね、ここら辺ちょっとなんかいまいちな気がするんで、中ほどの方がいいかな。こういったのはちょっとまあ他に外しとくかな。ここがなんか良さそうに自分で思えたやつなんですけどね、これちょっといまいちやな。普通にというか綺麗に取れてるはずですけどね、相当出そうやな数が。葉刺しが出やすいタイプなのかわかりませんけどね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。ここら辺から行こうか、相当枚数が出るな。一部植えて、一部はなんかちょっとポット置いといてみますかね。すべて刺すのはちょっとすごい量になりそうやからですね。でまたこれが出やすいタイプなのかもちょっと自分が把握できてないんでね。あどうなるんやろうな。葉刺しようわからんけんな。よくわからんけんな。さあ、よし、いっぱい取れます。いっぱい取れますね。あ、それかこれはこれで刺してみるかな、試しにね。花が出たらそれはそれでしょうがないなと。そういう感じでやってみますかね。
せっかくあるので、せっかくあるからそうしてみましょうかね。もったいないからね、そうしてみましょう。そうしましょうかね。これはこれで刺してみよう。そうしよう。そうしましょう。よいしょ。あんまり長くても。茎はどうかなって感じなんでね。これぐらいでいいかな。はい。いっぱいあるね。いっぱいありますね。どうなるかな。ちょっといろいろ試した方がいいかな、ね。すぐ刺してもいいかもしれないけど、ちょっとカメラを上げて。試しにね、こっち側の方は、この先にね、ルートンをちょんちょんとつけてやってみようかなと、差が出るかね。こっちはもう何もなしでね、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。これ取ったばっかりで刺してもいいかもしれんけどね、ちょっと半日ぐらいこう乾かしておきましょうかね。なんかね、取って即ってどうなのかなちょっと思っててですね、ガチで何日も置いとくとかそういうことではないんですけどね、ちょっと少し置いといた方がいいかな、なんとなくちょっとこう実感してるんでね、はい、そういう風にしようかなと思います。でこれ表面ね、あれですけどね、普通の配合した土を入れてるんですけどね、あれしましょうかね、こう表面というか表面にはこれを刺し目用の土をね入れましょう。やっぱこれの方がね、目がしっかり刈りそうなんでですね、ちょっとすぐホカホカってこうなるけど、まあそこから水やるといいのかな。これこそこう底面給水みたいにねやるといいのかなとか、雪もせんでもないんですけどね、そういう風にやっていこうかなという風に思ってますね。まんべんなくなるようにね。こっちの方いいか、土がもうちょっといるか、こっちね。よし。よし。この後ね、刺していきたいと思います。それではですね、アフィニスの、続きですね。まずこっちね、刺し木の方いきますかね、刺し木の方。ルートをね、こっちはつけてこっちつけないという感じでね、やってみようかなと。刃刺しでもね、やってみますけどね。ちょっとあんまりつけたらな、つけたらなって、つけたら良くないみたいですね。あまりつけない方がいいみたいですね。たくさんね、欲張ってつけるっていうのはなんか良くないみたいです。これはこっち、あ、そうか、これは行く、あ、こっち行くか、こう行こうか。ちょっとサイズ感もあるからね。つけてこう、こうやって、なしありってしてますんでね。はい、これはこれで、どうなるかね、発根の具合をね見ていきたいと思います。んで、こっちなんですけどね。まあこれも、同じような感じで、ずっと刺していこうかなと。こっちがルートンあり、なしやな、ちょっと開けときましょう。これはね、この土はね、下の方に配合土入れて、表だけね、刺し目刺し木用のね、土ということで入れてます。で、こっちの方ね、軽くちょっと
かつけすぎると良くないみたいなんで、うん、軽くちょっとつけますかね。ちょっとね、うん、こんな感じでずっとね刺していきたいと思います。でこちらの方は、何もつけずにね、うん、こういう風に刺していこうと思います。あとはねこれの繰り返しなので、はい、終わった後をね最後取りますかね。はい、ご覧の通りね、すべて刺し終えると、こんな感じですね。で、こちらの方をですね、そうですね、東側のね、あれにしましょうかね、東側にですね、あれがあるんですよ、木製の階段、こう、庭に出るところね、そこの階段のね、そこの方、下の方にね、置いとこうかなと。そこ結構ね、風通しがいいで涼しいからですね。そちらの方に、しばらくね置いておこうかなと思います。でまあねその結果どうなるかっていうのはねまた報告できればね、していきたいなというふうに考えています。はい、ということでね、今回はね、アフィニスのね、葉刺しとあれか、刺し木かね、それのまあルートをねこっちはつけてますよとこっちはつけてませんよ、そういうことでねちょっとやってみました。はい、ということで、今日の動画を終わりたいと思います。チャンネル登録等をねしていただけるとありがたいんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。